感じに上に火上がってますよね。やっぱりこれすごいのかも。どうもこんにちは、ミカスです。今日はこれを紹介しようと思います。もう焚き火台大好きなんですけど、これね、あのユニフレームの薪グリル、まあ、結構前からある商品だと思うんですけど、焚き火料理するのにねものすごいいいと、ちょっとこの間なとあるメーカーさんから話聞きまして、じゃあちょっと使ってみようということで買ってみました。では早速中身を見ていきましょうか。はい、まずユニフレームらしい袋が入ってました。さすがユニフレームだよな。なんかフィルムついてますよ、青いの、傷防止の。あー、こ結構な大きさあるんだね。こんな感じですね、こんな感じ。なるほどね。はい、でこれ、これは五徳かな。それからこれ、あ、ここに炭を置くやつかな。はい、そして最後ロストルで、今回オプションも一緒に買ってまして、これがですね、まあ網ですね、ちゃんとこう専用の網があるんですね。でもう一個、なんかこう薪が下に外に落ちないようなオプションも買ったんですけど、ちょっとそれまだ届かないんで、また今度ねそれはやろうと思います。とりあえずなので今日はちょっとこの本体のみでやっていこうと思うんですけど、早速ちょっと組み立ててみましょう。さあ、このねフィルムがすげえ大変なんですよ、取んのがこれこの蝶つがいのところも全部フィルム入ってて、でもねこのユニフレーム結構好きなんですけど、自分あのなんだろう、ユニフレーム確かにねちょっと割高っちゃ割高なんですけど、こういうところですよね、こういうところがすげえメーカーだなと思うわけですよ。しっかりねこういうなんていうんですか、保護フィルムを貼って、だからなんかこう無駄に高い感がないというか、ほんと作りがしっかりしてる。ここのだってね蝶つがいの精度めっちゃいいですからね、素晴らしい。さあではまずはこの字型に開いておく。でこれはなんかね、あ、取れねえんだ、うまいことこれ固定されてるんですね。でこれを、この三角に引っ掛けると。おお、なるほどなるほど、こういうことね。あ、結構こう鋭角なんですね。でさっき言ってたもう一個まだ届かないオプションっていうのは、ここに刺して、裏側に落ちなくするものなんですけど、まあちょっとそれは後でねやりましょう。はい、でロストルもこの V 字のところに穴開いてるんで、そこにちゃんとねこう刺さるようになってます。はい、固定されました。で最後にこの五徳なんですけども、五徳がまあこう一番上に乗せるパターン、それから2段目3段目と3段階に位置が変えられるんですね。まあ、なので、まあ、薪によるというかね、風の具合だったりねに合わせて、まあ、高さが変えられると。なるほど。で、大きさ的にはですね、ここが奥にこう折れ曲がってるというか出っ張ってるので、結構大きいものでもまあ乗せられるんじゃないかと思います。まあ、今回ちょっとねフライパン使って料理してみようと思うんで、まあ大きさの参考になればと思います。でちなみにこの五徳が手のひらぐらいの奥行きがありますね。で幅はこのぐらい、まあ、数字テロップで出しておきますけど、結構大きいも乗せられるし、2つ同時とかもできそうです。もう見た目がいかにもなんか料理しますみたいな感じでありつつ、燃料は薪っていうね、なんかねいいですねこれ。はい、でまあ、構造的に普通の焚き火台と違って風に強い、まあ、風上、こっち風上にしとけば風で煽られて火が横に行っちゃって全然上のが温まんないっていうことも少なそうですね。はい、では早速ちょっと火を起こしてみましょう。
今日はちょっと風あるんでこれで火つけようと思います。風強いんですよ。風強いからどうかな。で、じゃあ五徳はどうしようかな。2段目にしてみようか。違う、これ一番下か。2段目でやってみましょう。さあ、カメラにウィンドマフがないので風の強さが音で分かるんじゃないかと思うんですけど、で風向きはね、どっちかというとね、こっちに流れてるんですよ。だから、まあ、今風上に対して斜めに置いてるんですけど、いい感じに上に火上がってますよね。やっぱりこれすごいのかも。今2段目なんですけど、まあ結構入りますよ。2段目でも結構入る。ただ一番下だとやっぱり焚き火だときついのかもな。あの炭並べて一番下で、最初にちょっと紹介したの網、あれでやるならいいかもしれないですね、はい、では今日はこの焚き火で焼きそばなんていうのを作ってみようかと思います。はい、このように、下に薪を並べといて、で、まあ、乾燥させるっていうこともできますね。めっちゃいいじゃんこれ。さあ、24センチのフライパンでこんな感じ。これちなみに横でも24センチ OK、 真ん中ならもっとでかくても OK ですね。はい、ということで今日は、はい、こちらマルちゃん製麺のね、焼きそばなんですけど、これがまあうまくて大好きなんですけど、今日はちょっとこれ作っていこうと思います。さあ、こんな感じでね、美味しそうじゃないですかこれ。出来上がり。ういでは焚き火で作った焼きそばいただいてみましょう。ほらうまそう。いただきます。うわ、ますますうめえやっぱりね、あの水分がよく飛んで、でね、ちょっとだけね、この薪のね、これ煙の香りが足されて香ばしさがアップしてて、焚き火焼きそば最高。さあ、ということで、あのこれのおかげでね、すごいこっちあったかいんですよ。だから冬場はものすごく良さそうですけど、逆に夏場はちょっときつそうですね。ずっと
膝がじり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 焼けて暑かった感じでした。はい、では片付け、あ、でね、あの熱でこのねカバーというか側が変形するのかなとも思ったんですけど、まあ、とりあえず1回使ったぐらいでは全然ちょっと反ってるかなぐらいでいいです。で、まあ掃除というかね、間口が広いかまど状なので、うん、灰は捨てるのはそんなに大変じゃないかも。ちょっとまだ今ね、まだ置き火というか炭状態になってて熱いんであれなんですけど、ガバッと外してこの V 字なんで、そのままガサガサってこのね壺の中に入れられると、片付けもだから、まあ、簡単ですね。素晴らしい。はい、ということで、まあ、ちょっとね網は使わなかったんですけど、まあ、ここに炭を並べれば炭火焼きもできて、焚き火を眺めるっていうよりやっぱり料理ありきで使うっていうのが一番合ってんのかなっていう感じでした。ということでユニフレームの薪グリルでした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいね。